はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラの方やっていきたいと思います。ということで今回はこちらドリームナインスペシャルチケットスカウトをやっていきたいと思います。8月のシンデレラナイン、はい、ということでやっていこうと思いますけれども、ドリームナインスペシャルチケットスカウトということで、チケット1枚で10連できますというものになっておりますと。でこのチケットはですね、ログインの時にみんなもらえてるんじゃないかなと思います。で、このチケットは、以前にね来てたイベントで、皆さんで力を合わせてゲットしたチケットとなっておりますと。提供割合とかはまあ普通に 5% ですね。でピックアップとかも特にいない感じかな。あーこれですね、はいはい。全校監督のチケット獲得数に応じてスカウトチケットを獲得数がアップしていきますよという風になっておりまして、はい、こちらですね、最後まで貯めれたので、100連分引けますよということになっております。はい、ということで早速引いていこうと思うんですが、今回の狙いといたしましては、そうですね、まあずっともうねずっと僕の動画見てくれてる方ならもう聞き飽きたと思いますけど、まずこちらですね、はい、ラーメン食ってる朝日奈ですね。これまだね限界突破しきれてないので欲しいっていうのと、まあそこがまあ第一候補で、まああとはねひまわりつけれる、まあ UR のリンクになりそうなシーンが出てくれたらええかなと思っております。はい、で100連できるんで、まあこういう時ねいつも僕何枚 SSR 欲しいかみたいなの言ってるんですけど、今回はですね、まあ5枚にしておきましょう。まあ100連で5枚出りゃいいかなっていう感じですね。うん、ということで、じゃあもう早速ね引いていきたいと思います。8月のシンデレラナイン、まずは10連目からいきましょう。最近ねこういう無料スカウトよく引けるんですけど、結構ね SSR 出てくれる感じですね。うん、ということでじゃあ今回もがっつり引いちゃいましょう。 SSR お願いします。来い、さあまずは演出なしと。さあどうなりますかね。お、いきなり SR。 ほい、さあ皆さん UR エレナはもう引けましたか。僕もね引くか迷ってます。はい、正直当主の UR はもう野崎とね舞子がいるのでどうしようかなっていう感じではあるんですけどね、第3弾でもう一人 UR 来るんやったらちょっと待っててもいいかななんて思ったりも正直しております。はい、まあもうちょっと悩むかなと思いますね。ほい、さあ10連目はちょっと厳しいか。 SSR 出そうな雰囲気があまりありません。さあ野崎が来た。あー、 R か。はい、翼が R ですね。はい、で月島が SR。 あー、 SR か。はい、はい、ということで10連目は SR が 1,2,3,4,5 枚という結果になりました。まあちょっとね、立ち上がり悪い感じですかね。まあこう尻上がりで、調子良くなってくれたらいいですけど。ということでじゃあ20連目いきましょう。さあいきます。確定演出みたいな。確定演出お願いします。来い、お、夕方、お、夜、ありがとうございます。はい、大爆死回避。はい、大爆死回避。さだ、朝日奈が、あー違うか。いや、ラーメン食ってる朝日奈欲しいんですけどね。さあ SSR の枠は一体誰になるか。さあどこで来るか SR。 ほい、お、あかねちゃんかな。あー違う。ほい、お、リーゼント、お、リーゼントが、あー違う。いや最近この SR から SSR に割れるやつないよな。お、中野か。お、違う。お、坂上か、久々の。あー違う。お、朝比奈ちゃん。あ違う。いや、じらしてくるな、めちゃくちゃじらしてくるやん。はい、あ、ニタッチやな。あ、ニタッチや。こういう時ニタッチ来るのよ。お、これ持って、ルー。久々に見たなこのシーン。
これなんかいつかのバレンタインかなんかのシーンじゃなかったっけ、ちゃうかったっけ。ねえ、八内初めて、結構最初の方にゲットした SSR な気がするな。なんかめっちゃ懐かしいわ。ありがとうございます。まあいいんじゃない、イラストいいしね、アダスって感じで。さあどうでしょうか、1枚だけかな SSR。 はいはい、ということで、20連目は SSR1 枚と SR3 枚という結果になりました。そして、このね2タッチですね、特にひまわりとかつけれないんですがって感じやね。じゃあ次30連目いきます。8月のシンデレラン9、よし行こう。ほい、さあ確定演出引いたんでもう1回ぐらい行きましょう。 SSR お願いします。来い。さあ現在20連で SSR1 枚。さあおっと連続で確定演出、これはすごいぞ。いや、 やっぱあれやな、最近無料スカウト来てますわ僕。おヒイラギかな、違うか、あかねちゃんか、どうだ、いや違う。さあ朝日奈来てほしいけどな。ほい、お直江じゃない。さあどうだ、あ違う、いわきパイセンじゃない。お地陰、地陰か、地陰なのか、あ違う。はい、あおい結構後半に来るな。はい、おココちゃんやな、おいココちゃんや、ココちゃんどのシーンですか。こないだも出たよなこれ、こないだも出ました。これで2突目とかですかね。さあこのシーン、あのひまわりついてくれませんかね、さっさと。はい、ということでココちゃんありがとうございます。まあ持ってるんですが、まあ全然いいでしょうと。おココちゃんめっちゃ来る SR。 はいと、はい、ということで30年目は SR が3枚と SSR が1枚と。そしてこのココちゃんですね、いや可愛いんですけどね、ココちゃんいいよな、うん。さあこれひまわり追加お待ちしております。はい、はい、じゃあ、次40連目いきましょう。はいはいと、さあ30連で SSR2 枚全然悪くない。そう、そしてまた夕方からのスタート、さあ夜まで行くかな。さあ3連チャン確定室見れたらめちゃくちゃ嬉しいけど、いきます。確定室お願いします。ドン、さあどうだ、さあ来い。あーさすがに3連続確定室ならず。さあどうなるか、 SSR 来るかな。さあどうでしょうか、違う違う、はい SR、 SR 止まりか。はい次、お SR、 うーん、はい、お地陰、あ違う、お篠の目、はい篠の目今日初かな。お地陰が続く、はい、よきパイセン、あーちょっとダメっぽいなこの10連は。はい、ということで40連目は SR123 枚かなという結果になりました。んちょっとなんか微妙。SSR 出てるんやけどちょっと微妙やな。まあ、あと60年でどうなるかって感じですね。よし、じゃあいきましょう。皆さんどれぐらい出ましたかね、よかったら皆さん100連してみて SSR 何枚出たかね教えてください。ということでいきます。何連目だこれ、50連目か、50連目いきます、お願いします。来い。さあ演出なし、まあ一回ここでね演出なし挟んでおきましょうって感じですね。お2タッチ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 の言葉遣い結構好きですよ。おマイコちょっと喉が枯れたわ今、喉枯れマイコやん。中野が R、 天草、はい、お近藤ちゃん、いや
ょっとまたこれも厳しそう。いやー、確定演出なしから SSR を引きたい。どうだ、ダメなのか。ダメだ。あ、地影。いやー、違うんだよ。お、椎名ちゃん、今日椎名ちゃん初めてかな。ほいと、いやー、ちょっと振るわない。 SR3 枚、また3枚だということで、いやー、きついな。うん、50連引いて SSR2 枚と、ちょっとピンチ。残り50連で巻き返していきたいが、どうなるか分かりません。ということで、じゃあ次行きましょう。8月のシンデレラナイン。さあ、なんか来てほしいな。ひまわりつけれるやつお願いします。 SSR 来い。お、夕方、夜まで行こう。夜まで。あー、ダメでした。さあ、夕方きついよな。お、翼、お、翼 SSR。 さあ、持ってないの来い。持ってない、持ってる、持ってない。甲子園原ですね。ついにゲットしたか俺。いやー、結構八内初期の頃はこのね、甲子園原強いと言われてましたよね。うん、で結構憧れてました。あの怪盗ランマ直江太夫とこの、甲子園の翼ね、欲しかったんですけど、その頃はねゲットできなかったんですよね。それが今になって出てくると。ありがとうございます。ちょっとね、翼のシーン少なかったんで嬉しいですね。さあ、戦闘できたんで2枚抜きとかも狙えちゃうよ。おお、小麦、わあ、久々に見たこれ。久々に見たな、この小麦。いやー、まあデレストではね活躍してくるんですけどねって感じですね。ありがとうございます。さあ、2枚抜きしていった。さあ、浅田パイセンも今日初めてか。いや、小麦どうせなら、ピッチャーの方欲しかったな。はい、いつくも、ほい、あ、小麦また来る。あ、違う、さすがにか、さすがにもう出やんかな。さあ、どうだ。お、リーゼント、はいと、はい、ということで、SSR2 枚と SR12 枚という結果になりました。まあ翼持ってなかったんでね、よしとしましょうという感じですね。で、小麦ちょっと中継ぎの方欲しかったな。うん、ということで、残り40連です。いきましょう。まあでもあれよな、 SSR4 枚引いてんか今。おー、ムンデ確定演出、悪くない悪くない。ということで、これで目標の SSR5 枚目ゲットですね。いや、よかったよかった。ということで、いきましょう。 SSR ありがとうございます。さあ、誰が来るか。優秀な選手来てください、お願いします。さあ、誰が来るか楽しみですね。さあ、竹富、ほい、お、朝日中来い。あー、ダメか。お、2タッチ、まさか、まさか。あー、違う。2タッチよう来るんよな俺。お、にやばい、2タッチ、あー、助かった。2タッチもういいのよ今日は、もう仕事してくれたのよ。あー、近藤ちゃんか。あ、違う、近藤もね、あんまり持ってないのよ、SSR。お、椎名かな。お、椎名ちゃん久々やな。いや、でも大概持ってた気がするな。はい、あざすと。いや、持ってるんですけど、全然 OK です、椎名ちゃん。ありがとうございます。ね。そして2タッチめっちゃ来る。2タッチがよう来るわ、今日。何枚でね、そのシーン。お、塚原パイセン、はい。で、坂上が、私野球が好きなんです。坂上の SSR なんてもうしばらく見てないな。
はい、ということで、確定は、シーナちゃんでございました。残り30連やっていきましょう。はい、どうさあ、もうガンガン確定数出していくよ。いきます、残り30連お願いします。ほい、待って、ちょっと待って。お、どうだ。おお確定演出出すぎじゃね。なんかありがたくなくなってくるな、こんな出ちゃうと。さあ、誰が来るか。長いか、長いなのか。いや、体重計長いはね、ちょっと複数枚持っておきたい感はありますよね。おお、ココちゃんか。あー、SR。 あ、強豪校のシーンめっちゃ来るな。お、つくもかな。つくもだ。さあ、どれ。これ持ってない、持ってる、持ってない。あ、これ、あ、あー持ってないやん。ありがとうございます。なんかあの頃欲しかったシーンたちがめっちゃ出てくれるあの頃憧れたあのシーンやこのシーンがすごい出てくれるね。え、このシーンも確か当時強かったですよね。うん、なんか全然つくも感ないですけどこれいやー、このシーンもね当時欲しかったんですが、なんかやっとゲットできました。ありがとうございます。いや、嬉しいな。なんか今になってやっとゲットできるって、なんか意外と嬉しいですね。さあ、あれ、ニタッチ出すぎないよな、今日。さあ、どうだ。これで SSR6 枚になったぞ。もう1枚ぐらい引きたいけど、どうでしょうか。2枚抜きは厳しいか。おマイコー、マイココール。お、草刈り。どうだ、 SR か。あー、 SR か。1年生のシーン来ると期待しちゃうんですけどね。 SR でしたね。80連目は、こんな感じでしたね。 SSR1 枚と SR2 枚かなっていう結果になりました。うん、で、まあ持ってなかったね、つくも出てくれたのでありがたいでございます。このシーンもね、ずっと欲しかったシーンでございます。はい、ということで、じゃあラスト20連いきましょう。ほい。さあ、もうか、おっと、どうだ、夜まで行くか。これはもう確定数 3,4 回来てないもう覚えてないぐらいやねんけどね。え、いきます、確定数お願いします。はい、さあ、どうだ、どうですか、どうですか。おおやばいやばいやばい、確定数出すぎ出すぎ、ちょっとありがたみなくなってきてる。あ、ニタッチ出すぎやって。ほんで、あんたさ、あ、このシーン好きですよ。最高の無限ループじゃん。お、朝比奈来い。あ、違う。いや、朝比奈の SSR 欲しいんですけどね。お、花山。お、篠の目か。さあ、SSR 誰やろう。てか、待て、SSR7 枚ぐらいになってるこれで。お、小麦来い。小麦。あ、違う。おー、小麦だ。違う。なんだそれは。小麦の中継ぎ欲しいやんな。お、トモッチ違う。お、アサラパイセンか。ここで、あ、違うんや。なあ、ちょっと、じらしてくる。はい。お、竹富か。お、竹富の SSR なんてもう、何年ぶりって感じやな。あ、持ってないシーン。ありがとうございます。いや、画質よ。なんか画質よ、これ。ありがとうございます。ということで、持ってない竹富ゲットしました。いや、なんか今回持ってないシーン結構来ますね。ありがとうございます。そして永井が SR か。いやー、黄色からピンクになる演出見たいんやけどないんかな、もう。はい、ということで90年目はまた SSR1 枚と SR2 枚という結果になりました。よし、じゃあ残り10連いきましょう。どうせならね、もう確定演出決めて終わりましょう。8月のシンデレラナイン。いきます。何回出たよ、確定演出。お、これは来るでしょう。いきましょう、皆さん。期待に応えますよ。SSR、確定演出、お願いします。来い。いや、もうこれは来るで、確定演出。見といてみんな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、軽編の回。最後の最後で軽編の回。はい、ということでラストは SR2 枚という結果になりました。ちょっと
最後の最後でしけたな。いやまあいいでしょう。はい、はい、じゃあね、あとね、ちょっとこの SSR 確定、チケットっていうのが余ってるので、余ってるじゃないねんな、まだ使ってないので使っていきたいと思います。ということで、おい SSR ゲットですね。これでこれ何でゲットしたいの。いきまーす、来い、頼む。さあ確定室、あー確定室見れた、やったこの動画で何回確定室見れねえ。さあ誰だ、おマイコーッ、ありがとうございます、マイコ SSR ゲットです。あ、しかもこれバレンタインの最高のシーンじゃないですか、ありがとうございます。いや最高のシーンゲットできました。いやこれ嬉しいですね、ありがとうございます。はい、ということで、今回ゲットした SSR が 1,2,3,4,5,6,7 で、最後の確定チケットで8枚という結果になりました。なのでまあ、100連で7枚ですねという結果に終わりました。いかがだったでしょうか。まあまあ良かったかなと。でもまあちょっと結構古いシーンが多かったですね今回は。うん、まあ憧れの、甲子園原と、はい、こちらですね。いやマジかっこいいよなこれここで実際甲子園のところで写真撮りたいですねここ。うん、とまあ当時からっていうか当時欲しかった SSR でした、これマジで。なんかやっとゲットできた感があって嬉しいですね。うん、まあ今使えるかどうかって言われたらちょっとわかんないですけど、あとまあ竹富とかもねゲットできたんでよかったかなと思います。はい、まあ小麦がね、あの中継ぎの小麦やったら最強やったんですが、まあまあって感じですね。うん、ということで、私は100連で SSR7 枚でございました。皆さんの結果もぜひ教えてください。はい、まあこれは100連で7枚なんでいい方ですよね絶対。ドヤードヤーとだけ言っていきましょう。はい、あ、ちなみにイベントでゲットできる SSR の野崎もしっかりね、育成しときました。はい、しっかりねごとつして、まだちょっとここの辺のポテンシャル上げてないんですけど、ね、とりあえずスキルと才能とかね全部やっときました。はい、これさ変換やったからさ複数体作れなかったよみんななんか複数体作ろうかなみたいなこと息って言ってたんですが、無理でしたねいやちょっと無限に回収できるようにしてほしかったですけどね。まあまあまあ仕方ないということで、こんな感じになりました。はい、ということで、本日はねこの辺で終わりにしようかなと思います。まあ次回はあれかな、スノーバ戦の後編どうなっていくかみんなと見ていこうかなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしといてください。ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます、ツイッターは概要欄に貼ってますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョス南水さんのチョスでした。バイバーイ。